で、坂に関しては、だからそれこそね、裏とか見てて、なんかこう、サイドハーフがさ、相手からめちゃくちゃプレッシャー受けてんのにさ、こういうところで、もう、相手のサイド、こういうパスもらったときに、こう、めちゃくちゃプレッシャー受けてんのに、この状況ってもうワンタッチで落としたら裏もあるし、いろいろできんのに、ここで頑張って失うとか見てて、うわ、リカルドそういうとこ教えろよっていうふうには思いましたけどね。あそこで頑張っちゃう選手とかってきついって、みたいなのは見てて思いました。あと、それこそだから、浦和川崎見て、それこそね、まあ、岩波がなんかそのロングボール通ったとしても、走った選手の体の向き的にきついよとか、あとはあれですね、川崎がさ、外切りのプレスとかこう、まあ、4-3-1でこう行ってくるときに、まあ、後半形変わってったら申し訳ないんだけど、まあ、どっちかと上がるとか決まってないけど、まあ、あたりが高め上がるかな、みたいな。で、ダブルボランチこうなって、みたいな。で、この時に、こういう切り方こうしてくるじゃん。だけど、こういう線をつなぐ意識が選手たちにないの。だから、ここ下がりすぎたりとか、サイドバックが下がってたりとか、上がりすぎたりとかしてて、こういうかわし方できないから、まあ、一回、まあ、何回かあったかもしれないけど、これを狙ってないから、結果、ただ、長いとこ蹴るだけだったり、ここが撤退してるときに、どういうふうに低い位置のビルドアップの形作って、このラインを越えていくかっていうのをチームで共有してないから、結果、振ってたりとか、ボールは持ってるんだけど、最初の守備のラインを越えらんないっていうのがめっちゃありましたね。そう、だからやっぱり裏、本当いつも言う、リカルド・ロドリゲスは、守備は構築するけど、攻撃はかなり人任せっていう、そういう現象とか起きてても頑張れみたいなしか言ってないから、ベンチから。鬼木さんの修正まで見てないんだよね。そうだ、裏はちょっともったいないね。相手がボール持ってみたいなので、4-4-1-1で高い位置で奪えてとかで、小泉とか江坂とかのテクニック生かして、そこにね、後ろからガーって酒井宏樹上がってくるとか、あれ、いけるかもしれないけど、攻撃の原則がない中で、選手たちの技術でなんとかみたいなシーンが多すぎるから。幕開け地形損失も驚く準備を試合の数だけして奇跡を逆算するやつ集まれ。